7月16日東温市北方の用事で五穀豊穣と無病息災を祈る伝統行事十七夜祭りが開かれました。日が暮れ始めた午後7時、硫黄寺の南大門跡地には東温市北方地区の住民およそ100人が続々と詰めかけました。十七夜祭りは3年に一度旧暦の6月17日の夜に行われている硫黄寺の伝統行事で、本尊の薬師如来を乗せた高さ2メートルの船を南大門跡地から寺の境内まで運び、無病息災や五穀豊穣を祈ります。船が寺に入ることから入船祭りとも言われていて、住民は太鼓やほら貝を鳴らしながらおよそ300メートルの道のりをゆっくりと進んでいきました。あたりが幻想的な雰囲気に包まれる中、無事に船が寺に運び込まれると、地元の保存会が口上を披露し、寺の歴史や風情を褒めたたえました。このあと薬師如来が開帳されると、住民らは一斉に手を合わせて五穀豊穣や無病息災を祈っていました。どうでしたお祭りは？あ、楽しかったです、はい、なかなか地域の人も人も結構たくさん出ておってよかったと思います。運んだりしてちょっとしんどかったです、うん、大変じゃなかったですか運ぶのは？ちょっと大変だったです。3年後にはもっと楽しいお祭りにしたいなと思います。これは市からの検証でございますのでね、まあ、どういうことを気をつけてやったらいいかと。でやっぱりその非常にこう昔のやり方というのがね、まあ、赤い人たちにはなかなか理解できない部分もあると思うんですけども、まあ、参加してですね一生懸命、まあ、覚えていただいております。次はですね、まあ、今日以上な努力して頑張りたいと思います。境内では鎌倉時代から伝わる歌や踊りも披露され、地域が一つになって3年に一度の祭りの夜を楽しんでいました。